にちは、井野です。今回はですね、熊本、湯島とか水の五海、水の子さんを訪れてきたんですけれども、今回移動時間が九州って広いんですよね。で、熊本だけでも広いということで、天草の上天草の方に行ったりですね、それから、博多、そうですね、博多の方から移動しましたので、車の移動時間が結構ありまして、で熊本に行って水の湖海に訪れて、そこから上天草、そして湯島に向かってっていうことで、その道中割と上村会長とご一緒させていただいて、車の中でいろいろお話をお伺いしてたんですけれども、非常にね、学びになるんですよね。本当にいろんな話を聞くだけでも学びになりまして、で成功者の人がね、本当の成功者って何なのか、お金をたくさん儲けて、大富豪になったら成功者なのかっていうと、決してそうではないということで、お金があっても最後本当にこう孤独な死に方をしてしまったりすると、あまりね、いい人生だったと言えないわけですよね。だから結局人生っていうのは、その最後が大事っていうのは、あるみたいなんですよね。終わりよければ全てよしっていうふうに、このことを技というのか、言葉っていうのは決して的を外したものではなくて、むしろ的を得た言葉みたいなんですよね。終わりよければ全てよし、確かにそうですよね。だからそういう意味では、自分がどういう死ね方をするのかっていうのが、最も大事で、そのために今を生きていくっていうことも言えるわけですよね。で最後にいい死に方というか、本当にいい亡くなり方をできれば、大往生と言われるわけですよね。そういう生き方、死に方っていうのをね、目指すといいと。決して一時的に、大富豪で、大富豪というか、会社で何十億何百億っていうね、売り上げを上げたとしても、それが果たしてね、成功と言えるのかどうかっていうことですね。それはそれで素晴らしいことなんですけれども、その後ね、結局落ちぶれてしまう場合もあるわけですよね。あくまでその人生の一過程、過程なわけです。だから最後どうなるかっていうことで、その人の人生が、分かる。だから今のその今の生き方っていうのが結局全て集約されていくわけですよね。そういうことを思うと、この瞬間の生き方っていうのがすごくね、大事になってくるんじゃないかなっていうことをね、上村会長の話を聞きながらね、感じておりました。だからどういう生き方をするかっていうのも大事なんですけど、どういう死に方をするかっていうのもすごくやっぱ大事みたいなんですよね。でそれによって、いわば死後のね、行き先っていうのも見えてくるっていうのがあるみたいなんですよね。死んだら終わりではないですから、死んで、いろんなことが言われてますけれども、どういう死に方をするかっていうことが、やっぱ僕らの今のね、この生きている限りはやっぱそういうことが大事だと思うんですよね。そのために今を生きるということをね、意識していくといいんじゃないかなっていうことで、上村会長の話がいろいろね、本当に参考になりましたし、学びになるなということで、本当に人生の大先輩にあたる方ですから、非常に学びをいただけたのも良かったなと、今回ね、こうやって、少人数で本当5人で行ったので、車2台に分かれて、僕が上村会長の車に乗ることがちょっと多かったので、いろいろお話を聞けたのは良かったかなっていうふうに思います。ということでね、今回は、以上になります。ありがとうございます。